総合値82だわ。総合値聞いてもらっていいか。もう先輩4試合消費でいいんじゃない。第2章、もしも A と次回が15歳でプロサッカー選手だったら。AJ ユナイテッドパート20ですね、やっていきたいと思います。アウェーで湘南ベルマーレ、あと今シーズン8試合ですね、これ入れてやっていきたいと思います。押し寄せたスタジアムは、さあ行きますか。恵まれ間をかけて激突します。福西さん、今日は両エースの意地が正面からぶつかる、まさにそんなゲームなんじゃないでしょうか。ナイス、来た来た来た。リードしたとはいえ一点差です。試合を優位に進めるためにこの後も守りの守りにしたいですね。フェンス側がスペースを与えすぎですね。アシストになったのか。潰しておくべきでした。ゲームは立ち上がりからの破春、先制点が生まれました。さあレッド、ああなってないじゃん。このパスはカットされました。せっかくアシストランキングトップが、おえマジでチョンテセさん、マジか。西部選手、チョンテセ選手2人とも引退か。よし来た、 OK、 これは完璧なるアシスト。そしてカルリーニョスはね、チーム一番点上げてますんで。それでこのシュートですか。これは恐ろしいですね。チームが追加点を上げ、選手たちも嬉しさを爆発させて、これは文句なし、完璧。まだまだ試合は動きそうです。お、まだ15分。エリオット、ボールを持って上がります。いや惜しい、 OK。 今やばくね。今のはやべえ。キーパー今度はセーブしきれませんでした。ここ決めたかった。え、股抜きではないよね。監督もアンドの表情を浮かべています。ここ飲んでいましたね。いや順調すぎる。前半は威力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。来たぞ。いいところを見ていました。うわ、ノー交代、カルイーニョス2得点。気持ちも分かります。コーナーから中へ、ボールはリアポストで相手にカットされました。狙える位置です。ここからどうするのか。ポジショニング言われる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 言われた。いいクロスが中に、ここからどうするのか。ボールを前に運びます。いやー、よかった。グランダーまた言われる。ポジション早く持って、ほらみー、ポジションお説教じゃん。お、でも監督怒ってない。さあ続いてアウェー浦和戦やってきました。悪天候に負けずと、さあ行きましょう。熱が入ってきました。福西隆さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、しっかり行っています。狙える位置です。ここはシュートチャンス。うわ、ファインセーブ。あの今日はアウェーチームはどうでしょうか。アウェーチーム来た。わずかですが、このチームは予想したほど成績が伸びず、どうやらランキング注意で終わりそうです。ここから狙うのか。うわ惜しい、枠入ってるよね今の。枠入ってんじゃん。中に入れた。これはハックが止められました。うわそこ、わあ、綺麗に抜かれた。クロスを上げたい。ボールは相手に渡りました。ここから狙うのか。やばいぞ。
いいところへ。危ねー。このボールはキーパーが難なく対処します。もう少し決定力が欲しかったですね。簡単に得点できてもおかしくない距離でした。前半終了。ちょっと評価悪いけども、さあ後半いきますか。後半のキックオフです。仕掛けてくるのか、何かしてきそうですが、ここからどうするのか。エリオット、チャンス、よし、来た、ついに。嬉しいゴールですね。ちょっと今やりたかったんだけど、パフォーマンス。うわー、こぼれてきた。来たよね。久しぶりのゴール。この距離では外さないでしょうしね。ここでリードを守っていますね。はい。あとはこのリードを守ればいいだけですが。うわ、回ってる。やばい。ああ、危ねえ。あ、日本漏れですか。うん。悪いっけ、ちょっと思うんだ。今日ムーニーマンは入ってない。ムーニーマンは入ってない。岩波拓也、杉本健一。いい、最後最後最後。オッケー、三連勝。久しぶりのゴールは気持ちいいわ。なかなか育っちまったわ。俺がトレーニングサボってる間にってことか。総合値82だわ。いやー、俺の総合値聞いてもらっていいか。あ、いいです。ホーム上須賀戦からやっていきたいと思います。いきます。今日は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。今日も熱いリーグ戦も。いや、早くサラゴサと戦いたいな。パスをつないできましたが、いいよ。ここで奪われました。パーポストにクロスを入れた。お、え、入ってんじゃん。ナイス、素晴らしい。このゴールですが、余裕のない中でも冷静でしたね。入ったと思わなかった。これうま、持ち帰る余裕がない。よし、岡崎慎司。いや、安心できるもん。ナイス。これは危険な場所です。フリーキックですが、もらっちゃったか。いや、おお、危ねえ。これはサイドを上がれそうです。やばい、こっち来いよ、来いよ。クロスのチャンス。いやー、それてるね。オブレー。あ、ポジション失礼しました。何を狙うのか、チャンスにできるか。狙える位置です。何かしてきそうです。うわー、危ねー。このボールはキーパーが。え、岡崎？岡崎いるじゃん。あ、ウエスか。え、ちょっとマジかよ。日本人対決じゃん。全然気にしてなかった。よし、いや、負けられなくなったぜこれ。岡崎。何を狙うのか。いい位置です。ここは中央の選手にクロス。チャンスにできるか。さあどうする。 OK、 ナイス。あ、まあ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 。深い位置でのスローインになります。さあフレッシュ。え、いいじゃん。何かしてきそうですが、素晴らしい。これは決めて、綺麗なイシュ。これで2点リードするゴールが決まりました。 OK、 おい、気持ち悪い動きてか運動神経すごいな。この距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。いやー、フリーになれた。嗅覚を褒めるべきでしょう。監督も心地穏やか。もうちょっとだね。ラファミル。おー、終わった。
ただちょっとボールキープとかパス系が、あ、レンタルリストから外れましたね。続いてアウェーでマラガ戦やっていきます。始めました。よし、行きます。よし、あアドリアン・ゴンサレス、何をしてくるのか。パスをじっくり回して入れば1マジ危ねえ。ボールはゴール前へ。ちょっとクリアが小さいか。これは入らない。おお、いやちょっと待って、防戦一方だな。やばいじゃん、危ねえ。うわー厳しいな。いや、いい献身的なプレー。よし、上がります、ジョンソン。前にニュースがありましたが、トッテナムホットスターが選手を獲得しました。パス、あー当たっちゃった。足引っ張っちゃってんじゃん。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります、今日のゲーム。いやもうとりあえず負けたくないな。勝ち点取ろう。いいタックルだ。ボールをキープ。まあ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 、3試合目アウェーラスパルマス戦ですね。よし、いやいいんだけども、相手も調子良さそう。うわぁすげぇ、ナイスシュー。ダイレクトボレーが見事です。難しいシュートですが思い切りよく打ちました。ミートしすぎだろ。誰？フランシス。センキュージョンソン。チャンスにできるか、しっかり見えています。危ない。いやー惜しい。ベンダーがカットしました。今シーズンは質の悪いパスが多いぞ。パスがうまくいってないな。まだ同点のままです、ね、いいよ。サイド逆サイド。おーし、感じ取ってた。明らかにチーム本来の力を発揮できていませんね。うわーやっちゃった。あぶね、どうしよう。こっち中を確認したい。おー危ね。タックルを飛んで避けました。最後の攻撃となるでしょうか。勝ち越しを狙います。よし頼む。鮮やかなディフェンス、落ち着いています。うわグレンカストロうん、やっぱパスか。本日最後の試合がホーム戦でジローナ戦っていきたいと思います。詰めかけました。よし、実況は西岡。本日のホームチームはどう見ますか。これはまずいスタートになりました。今シーズン中の昇格を果たすためにも現状のままではいけません。無理をせずシュートは入るか。惜しい。いるよ。うわあ、なだれ込んでくる。青が逃げろ逃げろ。つえつえつえ。何もできなかった。ここまで見どころにかける試合になっていますね。分かってますよ。いやナイスナイスパス来た。またパスが通ります。この選手から何度もいいパスが出ていますね。仕掛けてくるのか。さあリード打て。あーっと真ん中じゃん。裏ね。いやあと1回。へい、前前前前。うん、やっぱボールキープダメなんだ。アウェーでラー予選からやっていきたいと思います。ホーム広島戦になります。